皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。10月8日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点でダムの水位は162メートル65、おとといと比べると20センチほどの下げで、これまでの上昇トレンドが止まりました。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の昼3時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒5410立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒6000立方メートルでした。差分については毎秒590立方メートル。今月5日と比べ、上流の寸丹観測所はマイナスの340で、三峡ダムも700減っています。ここのところ上流、そして三峡ダムの流量の減少が止まりません。一方、今朝8時の放流量は毎秒7210立方メートル。計算上は 23% 程度の発電状況、7基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと思われます。ここ1ヶ月近く7000台が続いています。中国湖南省水門局発表の三峡ダムに関する情報を確認します。黒で示す放流量はご覧の通り横一直線。ついに本格的なやる気なしモードに突入したようです。前回も流入量と放流量がほぼ同じとなっており、右から左の状況、1ヶ月前と見比べてもダムに入ってくる量は半分程度になっていることがわかります。水位はじわじわと上げてきたものの、ついにその上昇が止まり、直近では若干下がり気味。上流の観測所のデータを見ても絶望的なグラフになっているので、しばらく大きな変化はないものと思われます。西安チャンネル。三峡ダムの流量に大きく影響する上流のデータを見てみます。今年9月から今日までと過去の降水量を比べてみると、いかに今年は雨が少ないかがわかります。ご覧の通り、重慶における9月1日からの約1ヶ月の累計雨量は116ミリ、去年の同時期は256ミリですから、半分ほどしか降っていません。おととしは記録的な干ばつで、それでも120ミリほどですから、今年はそれに匹敵するほど。さらに前の年は175ミリとなっており、やはり現在、厳しい状況にあるということは確かだと思われます。三峡ダムよりも下流側の長江流域には、4億人が暮らしていると言われています。7月から8月にかけて大雨が続き、洪水被害でもうたくさんだと苦しんでいた人々が、今は一転、水不足でひいひい言っているのは皮肉なものです。ちなみに、センチネルの衛星画像はこちらで、重慶市の中心部を映したもの、左が去年の9月15日、右が今年の9月14日。いつもご覧いただいている方ならおなじみの、橋の下にある中洲のところ。去年よりも今年は面積が大きくなっていることが明白で、つまり長江の水位がかなり下がっていることを示しています。この衛星はヨーロッパが打ち上げているものですから、中国の当局が発表している雨量データとそれなりに整合性は取れていそうです。ウインディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後7時までの様子。珍しくダム周辺から長江の下流にかけて雨雲が見られます。ただし雨量の方はそれほどでもないようなので、大地が潤うというところまではいかないでしょう。大洪水と違ってニュースでは取り上げられませんが、深刻な水不足はこれからも続きます。次に今後の予想を見てみましょう。相変わらずダム周辺と長江上流に強い雨雲マークは出そうにありません。今日の三峡ダムの天気は最高気温が26度、最低気温が15度で晴れの予報。最近は雲がかかって衛星画像が見れないので、そろそろカラッと晴れてほしいのですが、なかなかうまくいかないものです。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国の空き家は9000万戸、住宅過剰問題が深刻、アメリカメディアレコードチャイナが伝えています。2024年10月3日、
香港メディア、香港デイイチは、深刻な不動産問題を抱えている中国で、住人のいない空き家が9000万に達していると、アメリカ、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じたことを伝えました。記事は、中国政府が現在低金利融資や頭金比率の引き下げなど、不動産市場の救済を目的とした措置を改めて強化していると紹介する一方で、アメリカ、ピーターソン国際経済研究所の研究員が、実際、住宅供給過剰の問題はおそらく解決できない。問題の根本は人口減少にある。ゴーストタウンは今後も後を絶たないだろうと予測したことを伝えました。以上、中国の空き家は9000万、住宅過剰問題が深刻、アメリカメディアについてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。空き家が9000万もあるとの記事でしたが、少なく見積もって1軒に2人住むと仮定しても1億8000万人分の家があるということ。日本の人口を超える人数ですから、その規模に驚かされます。ということで、久しぶりにチャット GPT にこの件3年で解決するのかと聞いてみました。具体的な理由をいくつかピックアップした上で、その結論は極めて困難という回答。不動産業は中国の GDP の約3割を占めると見積もられており、空き家の増加は建設業や関連産業に深刻な打撃を与えています。さらに人口減少が予測される中国において、明らかに過剰供給、特に地方はゴースト化が進む一方です。住宅価格が下がると、購入者が底値を期待して購入を先送りにする傾向が強まるため、需要の回復はさらに遅れる可能性も。あちらの政府はお得意の市場介入を試みるも、大して効果はなく、3年ぐらいでは解消しないという結論に。つまり、今のズタボロ経済、悪くはなっても、根本が変わらない限り、良くはならないということになりそうです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝10時までのレーダーの実績。日本列島、全体的に雨雲がかかり、各地のライブカメラを見てみると、曇りか雨のところが多いようです。最近では、だいぶ気温が下がってきました。さて、宣伝となり大変恐縮なのですが、極東アジアの今というチャンネルも現在運営しています。前回の動画でご紹介したところ、登録いただいた方が一気に300名近く増え、800名を超えました。三峡ダムだけでなく、もう少し範囲を広げてテーマを扱っていますので、ご興味がある方はぜひご覧ください。最新の動画では、視聴者さんからちょっと絡まれてコメントのやり取りを見ていただくと、いろんなご意見があるんだなぁとニヤニヤできるかもしれません。URL は概要欄に載せていますので、ご覧いただけると幸いです。三峡ダムには水力発電のための設備が併設されていますが、その発電用の水車は遠く離れたカナダから輸送されたものということを皆さんはご存知でしょうか。ダムの建設は3つのフェーズに分かれており、初期段階では外国資本が中心になって作られています。その中には発電設備も含まれます。水力発電機の国際入札には日本企業も参加し、一時応札したものの、後になって別の企業連合に持っていかれたという話も。こちらの図で言うと、丸印のところにそれぞれ14機、12機、そして6機の水車が設置されています。画面右の14機はアメリカの GE、 つまりゼネラルエレクトリック社製になります。北米で製造された後、カナダのモントリオール港から船で輸送されたそうです。6週間ほどかけて上海まで送り、そこから長江を遡って湖北省の三峡地区まで輸送されました。あちらの官製メディアは、ことあるごとに三峡ダムの水力発電所を称えていますが、実のところ肝となる水車はカナダからやってきたわけです。当然のことながら、そのことについては中国の当局は一切報じません。34機ある水車の第1号が初めて稼働してから去年でちょうど20年。人知れず、カナダからやってきたのはラブレターではなかったようです。三峡ダムのまとめ動画をアップしています。たまに話題になるけど、三峡ダムって何？一体何が危険なの？など、初見の方にもわかりやすい内容となっています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。さて、2020年10月にこのチャンネルを開設して以来、4年となりました。いつもご視聴並びにコメント、いいねボタンをいただき、ありがとうございます。当初、三峡ダムという名前はかすかに聞いたことがあったものの、遠い国でのダムの話でしたが、今では出てくるデータと天気予報をチェックするのが日課となりました。おかげさまで、登録者も5万人を超え、毎回多くの方に動画を見ていただき、気づ
づけば累計の再生回数が3000万回近くになりました。感謝、感謝です。この4年、日本とあちらの関係はますます悪くなるばかりで、おそらくこれからも変わらないでしょう。いろいろデータを見ていると、いつあちらが暴発するかわからない状況で気が重くなるばかり。今後このチャンネルがどこまで続くかわかりませんが、ただ粛々と動画制作あるのみです。これからもどうぞよろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを、ああもう一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。 YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。